超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。やれやれ。兵站拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやがる。兵長、後続の本体は予定通りに到着できそうですね。俺の敵じゃ。よし、エルヴィンの到着までにうざってえ奴らを片付けて相手した。
エルヴィンと合流しねえだ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につく。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。まとめて相手して。予想より巨人が多い。俺の敵だ。まとめて相手して。リヴァイ、補給を怠るな。恐らしくしてまとめて相手して。救援要請ね。助けに行かないと。どうしてバケモン。報告、飛行士が再び出現。俺の補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。まとめて相手して。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。やるし。どんな巨人だろうと、どうしやし。やる。兵長、俺のために。おとなしくしてよ。ありがとうございます。次から次へと。まだ殺され足りねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。負けてくる相手。向こうで救援を求めて。リヴァイ兵長、ありがとうございます。あの貴公子を倒したのか。さすがリヴァイ兵長。助かった。あの人がいればきっと勝てる。やる。補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。どうしたバケモン。やれ。ヘラを撃つなよ。撃ち潰してやる。ああ、承知した。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士が嫌がる。軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。大変だよ。南から巨人の群れがこっちに向かってる。助かった。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。どうしてマジか。よいしょ。巨人の様子がおかしい。
南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらの飛行士だったのか。合流されると面倒だ。止めるぞ。ああ、こんなに飛行士がいるんだから一体くらい生け捕りにしても。ダメだ、巨人を捕獲してる余裕はない。まとめて相手して面倒を起こしてね。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。こんなに立て続けに戦うなんて限界だ。下がって構わねえ。いえ、ケンちゃん、やらせてください。面白い暮らしやがって。俺たちの勝ちだ。みんな、よくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルート一日でも早く確保する必要がある。行こう。我々に課せられた使命を果たすんだ。巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには
巨人の捕獲が。何度言えばわかる。巨人です。総員エルビン、ま、巨人のみ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、すまん、やかせやがれ。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。わかりね、馬があれば追いつかれる。起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。仕方ないな、他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。またどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。連弾の機、苦戦してやがるのか。まとめて相手してる。ペトラから。分隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。展開せよ。俺の敵じゃない。分隊長、すみません、これ以上は。拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝い。
言わないでください。ハンジさん、まとめて相手してヘトラ、村の方へ釣り出す。手を倒していいんですよね。援護します。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。あ、行っちゃいました。巨人捕獲作戦、勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、おとなしく。記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。相手して、俺の敵じゃねえ。邪魔するなら退いでやる。続け兵長、俺も行きますから。続け、俺も行きます。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。メガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろ。巨人を排除してくれ。武士は確保できる。おとなしくしてろ。了解。お手を煩わせて申し訳ありません。行く。これで武士を確保できます。任せた。まとめて相手して。俺の敵じゃない。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。
事か、お前ら。あ、危なかった。ああ、殺しちゃった。黙れクソメガネ、部下を置き。兵長、ハンジ分隊長。あ、なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼランブ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情、おそらく人類史上彼女を殺した巨人。これは